い、じゃあメッセージの方ありがとうございます。じゃあこれからね、40代50代向けにトレーニングのメニューですとか、個人個人に合ったスタイルの練習法とかを作ってくださるということなんで、非常に楽しみにしております。ゆくゆくはね、マスボクシングから始めて、その試合みたいな形ができて、お互いの技を競えるようになるといいかなと思いますけども、リモートの場合は例えば1分間でパンチがね何発出せるかと、フォームをちゃんと守った上で出せるかとかね、あとちょっと足の方映らないですけど、片足になってどのぐらい安定を保っていられるか、今私片足になってますけども、どのぐらい安定を保っていられるかっていうレースはリモートでも競えると思うんですよ。あとはね、構えですよね。構えをちょっとストップモーションで撮って、そこに、パソコンで線を引いてね、腰の形はこうですよとか、例えば回し切りをした際は三角形ちゃんとなっていて、地面をきちんとね、足の一点で支えてますかとかっていうのもありますし、腕立て伏せの正しいフォームっていうのもあると思うんですよ。特に片手の腕立て伏せの場合は、変な形にしちゃうとね、腕立て伏せをすればするほど体痛めちゃうことになったり、あとプランクみたいなやつも何パターンかあるんで、ああいうのも、プランクをしているところ動画を送ったら個別指導をしてくれるみたいなのが考えられるかなと思いますね。はい。その他ね、いろいろとこうアイデアを詰めしていって、メニューとかね、カリキュラム作っていけばいいんじゃないかなと思います。それが大事なのは集客なんですよ。だから常に何かをやってるところをどんどんアウトプットすることね。これ前もお話ししましたけども、リレー動画をね、200話とか300話をやると100万円くらい売れるわけなんですよ。まあそれはずっと私が10年間やってきて思うんですけども、このリレー動画をやるとその中から売り上げって生まれるんですよ。何よりもプロモーションになりますし、リレー動画っていうのはね、必ず見せる相手がいて反応してくれるっていう前提で送り合ったりするんで、モチベーションのなんか向上にもつながるんですよね。まあそういったものも使っていければなと思います。それじゃあね、次回からは一般公開動画でやり取りをどんどんできればなと思ってますんで、よろしくお願いします。